クロスランドオヤベのランドマーク、クロスランドタワー地図クロスランドオヤベは、富山県オヤベ市は四島十番地にある、タワー、ホール、広場、博物館、などが一体となった、観光施設、都市公園がある複合型施設。公益財団法人クロスランドオヤベが管理、運営する。オヤベ市は、北陸自動車道と東海北陸自動車道、農越自動車道が、 ジャンクションによって十字に交差することから、自治省のリーディングプロジェクト事業である、地域間交流事業を12月事業指定として、指定を受けた、文化、経済の地域間交流の拠点施設で、1990年12月に、幼稚所得契約、敷地造成工事着手、1992年3月に、着工、同年4月に、財団法人クロスランド親部を設立し、 1994年5月1日に、竣工した。全日本タワー協議会に加盟し、シンボルとしてそびえ立つクロスランドタワーは、都並市の夢の平、南都市の暇うじ公園と並ぶ、都並平野の三居村を一望できる展望スポットで、ある。クロスランドの名称は、北陸自動車道と東海北陸自動車道。 農越自動車道がジャンクションによって交差することから、タワー展望台から望む秋の三居村。冬には銀世界の三居村が堪能できる。クロスランドをや部のシンボルである展望等で800トンクレーンで6メートルごとのブロックとして積み上げる工法で建設された。建設費用は18億円。 最高部で118メートルの高さを誇り、地上100メートルの展望フロアからはその季節の風情に、飛んだ、並平野の三峡村が一望できる。大谷中学校や矢部並公民館など、小矢部市内に点在する、メルヘン建築物や三井アウトレットパーク、北陸小矢部の観覧車なども眺められる。さらに、公天の際には、 富山湾や壮大な縦山連峰も一望できる。また、北陸新幹線の線路もかなりの区間で確認でき、走行車両も見られる。2007年には恋人の聖地にも選定されており、カップルにおすすめの恋鍵のチケット販売もある。購入した南京城はメッセージを記入して展望フロアのモニュメントに飾ることができる。また、タワー眼下にある。 ハートアイランドには、恋金がある。メインホールは、回転式可動席システムにより、文化ホールとしてだけではなく、真っ平らな、平戸館展示スペースとしても使用が可能である。客席と平戸館の組み合わせはいくつものパターンに設定が可能なため、様々なニーズに対応することができる。座席数は932席。 セレナホールはシューボックス型の音楽専用ホールであるが収容客席数の手頃さから各種講演会などにも使用される座席数は365席などホールやスタジオの貸し出し業務を行っている交流広場は小学生までに限りサッカー大会などに貸し出しを行っているタワー展望フロアも平日18時21時で貸し出しを行っており 変わった空間での会議やパーティー、カップルの思い出作りの場としても提供している。コンサートや芝居、映画上映など、様々なイベントを主催する。主にメインホール、セレナホールを会場とするが、イベントによっては、交流広場やタワー展望フロアなどが会場となるものもある。春には、スプリングフェスティバル、夏は、サマーフェスティバルの名称で、 様々なイベントを開催する。サマーフェスティバルでは、盆踊り、花火大会や、ヘリコプター防災、防犯フェスティバルが盛大に催され、12月31日より1月1日に、かけて開かれる、ハッピーニューイヤーパーティーでも花火が打ち上げられる。周辺には、親部市総合保健福祉センター、親部市農村環境改善センター、 小矢部市民図書館おとぎの館、小矢部クロスランドホテルが隣接しているが、運営、管理業務などは異なる別施設となっている。ありがとうございます。